はい、ありがとうございます。では行きます。頑張れよ。うわうわ、なんか入れるわ。これ新たな展開やで。これもしって聞かれても知らんよ、そんなもん。いきますよ。怖い。別に何にもないよね。雷が有効。うわうわ、もう、いやーもう嫌な予感はしてたけど。いはるわいはるわ。オッケーですか。処分してからよいしょ。怖いから慎重に。あの上にもおるんちゃう？あかん。ちょっとマジかマジか。狭い狭い。狭くない？ちょっと、またこの似たようなやつやねんな。ほら股間股間を。ちょ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 、狭いの狭いの。もうお前どこいてんマジで。危ない危ない危ない、マジで危ないわ。突然セキュアル。プー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 。ダッシュ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 。空か。エストビンが空や。やばいやばい。どうしま、どうしますよ、どうしますよ、これこれどうしましょうか。くっそー、なんかいけそうな感はあんねんけどな。ちょっと動きが下手くそすぎる。いけそうな感じはするんですけどね。まただいぶ戻らなあかんちゃうこれ。さあここからかよ。バレた。こうしていくか。放置したらめっちゃ早い。速攻来れる。よし、来た。余裕や。よし、これで体力満タン、エストビー満タン。よし、かかってこいや。こいつらさえまともに倒せれば。ちょっとずるいわ。ちょっとやめてやめて。もう待ってよ。めっちゃ食らってる。せっかくここまで食らってないのに。まあいいか。回復する隙なんかほとんどないし。これで落ちてるな。
あ、ちょっとダメージ食らうな、これ。あかんな。飛び降りまずいっすね。よし、第2戦。来たね、この野郎。来たな、この野郎。かかってこいや、これら。あーっと、ちょっと待ちなさい、待ちなさい、待ちなさい。よしなさい、よしなさいよ。よいしょ、待ちなさい、よしなさい、よしなさい。危ない、危ない、危ない。待ちなさい、投げ払いを待ちなさい。よいしょ。あえて後ろで飲む。危ないのよ。両手も力の。あっぶね。はいはいはい。危ない危ない。これ返して。ホームラン飛んでく、ホームラン飛んでくぞ。これは危ない危ない危ない。ふう。突っ込まれたらやばいな。ラスト。さっきのあいつの経験上、そんなに体力は多くないはずなんですけどね。まずいな。まずいな。かわせへん。逃げるのも一つの策。逃げれねえ。死んだ？死んだ？ふう、どれぐらいダメージ与えたらいいんやろ。どれぐらいダメージ与えたらいいのこれ。結構強いな。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 動きがもうちょっと動いてくれたらな、自分の動きたいように動いてくれたらいいんですけどね。もうバレてる。ちょっと思うように動かない。これ倒していくのはもう無駄やと思うんで、どうせ死んだら多分レベルアップできないでしょう。全部リセットされちゃうんで、だからさっきの方法でいきます。もう一戦、もう一戦頑張ってみて、ダメならちょっとレベル上げですね。死にそうや、すでに死にそうですけど。よし。作戦もクソもないんですけど。うわ、来とる来とる。でも入れへんねや。すごい、一応繋がってるんですね。ユニアローとして。ユニアローも剣を持ってくれないかな。おう、めっちゃ食らう。めっちゃ食らうな。ちょっと危ない危ない危ない。飲んどるし。おお、びっくりした。もうバックステップやりたかっただけなんですよ。前に回転してしまう。操作がむずい。そう、くそー、もう半と一緒の操作方法やったら、くそー、三角で切れたらな。言い訳しても仕方ないですね。落ちるから、落ちるから。
危ない危ない危ない。ちょっといろいろ動きを確かめとこうか。こう。普通の方行け、こう。こう。こう、こう。で、なんか特殊な、おぉ。後ろ。後ろにいきなり飛べるの。はははは。こう入れたら、はははは。なるほど。ただ、あんまりあんまりデーモン戦で使えるようなテクニックではなさそうな気はするな。緻密にレベル上げますか。何これ、何シュワーンってなったよ今。シュワーンってなったけど、いやねあいつらほんま野蛮やな。よかった。ちょ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 まず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 これで位置が全部リセットされる感じですね。鎧がカチャカチャ音するからこれバレるんよこれ。あっちのやつめっちゃ見とんなこっち。あっちのやつめっちゃ見とるわ。あっちのやつ殺しに行こう。あ、誰か来たまた。何やあの人。お、なしだなあの幽霊チックのやつはなんなんや。結婚に触れる。お、結婚に触れる、結婚に触れる。何何、ああ、ど、あ、どっかいた。あそこにほらなんかおるんすわ。ちょっと開けられる。あ、開けられるやん。この先アイテムある。ウッドシールド。お、いいじゃない、いいじゃない、これはいいじゃない。ウッドシールドの方が強い。よしよし、いいね。武器とかも今まで開けれたとかあったんかな。スルーしてきてますよね多分。待っとんな。やったろかい、ね、勝負する。このウッドシールドを手に入れた私と負けへんで。全然こうへんね。全然やってこうへんね。こっちから行くかい。バーカ。はい。こっちから行くぞ。なんなんなん。何もない。何もないな。あ、なんかあった。お、剣欲しいっすよね、剣。お、あれ？これは？え、こんなとこあった。うん。タイミング合わず。何にもない。初めて来ましたね、ここ。え？なんかまた、道がいっぱいあるわ。これちょっと待ってください。こっちもあるんですよ。うわ、誰かいた。何これ。Well now, you seem to have your wits about you. ええ。Then you are a welcome customer. お店？ I trade for souls.Everything's for sale. あ、マジ？何買おう？ソウルと交換。ん？投げナイフ、火炎壺。おー！なんかいろいろ売ってんな。え？助言老石？
よくわからんな。あんまええもんないやんけ。ちょっと武器ないの、武器。リンカの鍵。あー、武器来た。うわ。あんまええもんないな。もっとええもんないの。やっぱりシミターが一番いいのかな。あ、矢は欲しい。矢はいいんじゃない。ノーマルボルト、ヘビーボルト、ウッドボルト。矢買っていいですか。普通の矢、木の矢。20本ほど。と、チェインヘルム、レザーガントレット、チェインレギンス、チェインヘルム。はい。Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and the bald demon. If you stick around this place, it might end up being your grave. あのゴズのデーモンを倒したいのよ。頑張った。誰か違反で、誰か違反だよ。釜みたいな斧や。よし、ちょっと装備を。どれやったっけ、これか、チェインヘルム。で、矢はどうやって、ここかな、これか。よし、矢装備したよ。なになになに、これなんなん、ファオーっていうの。矢はどうやって撃つのやろ。矢の撃ち方をどなたか教えて。矢はどうやって撃つの、これか。矢の打ち方がわかんないっす。ん？せっかく矢を手に入れたのに。間違えた。あとでちょっと取説で確認しますから。あいつ倒るな。あ、取り出しだ。安全地帯。ポイント、ポイント、ポイント。こっちはまた別のエリアってことなんかな。ヤギ頭の取ったらこったら取ったから、またそれはそれで別のやつがおるってことですよね。投げナイフ、お、来た。投げナイフはここに入ってる。投げてみます。おお、どういう点で変えんのかな、方向は。これ何？帰ってきました。漏石っていうやつで、漏石でかけるんかな。だ多分文字が書けるようになるんですよね。やっぱちょっと待って、マジかよ、うん、まあいいわ。投げナイフちょっとゲットしたから、消えてなければもう一回牛野郎のところにぶっ込みたいと思います。で、投げナイフをまず全部当てて、ちょっとちょっと当てて、それで行こうか。ね。ちょっと。うわあ、もう大暴れされるときついな。
全然下手くそのままです。よし、ダッシュ。おっと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 、あ、ここも行ける。ここ行きたい。鍵がかかってる。はい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 。ごめんなさいね。よし。さあ、再挑戦ぐらいですか。ここで死んだりしてるっすね。情けないったらありゃしない。もうほんまここきついのよ。意外とこの攻撃力があるというか。投げない。あんなでかいやつどこにおんのよ。ほんまおらんけどな。ほい、来た。どこ投げてんの、どこ投げてんの。よし、刺さった。危ないって危ないって。ガードできんのかな、楽しみですか。これできひんやろ。こんな払いでこんなもんガードなんかこんなできるわけない。危ない。無理やな無理やな。ちょっと待って待って待って待ちなさい待ちなさい待ちなさいよ。危ないねって危ないねって。もう あかん全然あかん。詰まってますな。詰まってるって多分なんかこれすごい無駄にしてるんでしょうね、このいろんなものを。もうちょっとエストビンのもっと回復するエストビンないの。もっとデフォマエストビンないんかよこれ。もっといろんなとこ調べに行こうかな。じゃあうーふう、暴れますな。もう行く道がないもんね。あいつら倒したいな。でも火投げとるやつ倒したい。もう危ないもんね。もう危ないもんね。全然無理やもんね。来てはるもんね来てはるもんね。に触れる。また結構に触れたよ。あー、おった。
近づいてきたろ、近づいてきたろ。ちょっひどいわ、もう。投げナイフ、刺さった、刺さった、投げナイフ、投げナイフ。なんなんこの武器、マジいらんこれ。腰巻き売れないんですかね、腰巻き。いっぱい持ってるけど。販売できるのかな、販売。投げナイフ、投げナイフ。全然や、これ。ダメ。決まらへんな、なかなかあれが決まらへん。やりたいときには決まってくれない。精度が悪いですね。行けるところまで行って、何飲んどんねん、これ危ない。よし、あ、ここルートあるね。そろそろやばそうなやつおるな。あいつなんか雰囲気が、雰囲気が今までのやつと違うぞ。あいつやばいな、多分。投げナイフ！あいつ絶対やばいと思う。標的に注意、ほら。あいつ今までと雰囲気が違うんすよ。人間性が有効。後ろから静かに忍び寄って。バレた！バレた！なぁ。あかん、こいつはあかんわ。ええもんがあるんやろ。あれ奥にええもんがあるんでしょ。うわ、取りたいわ、取りたいわ。取りたい。あれ取りたい。ちょっとじゃあ、動画移動します。